ははい皆さんこんこにちはひと月満札作家の本間隆です今日はですね、まあ、いつも今井さんとお毎週お届けしている、えー、関西大阪万博についてですね、まあ、珍しくちょっと一人で語ってみようかなというふうに思ってお届けする回です。というのはですね実はあのこういうニュースが今日火曜日っと今週火曜日 えー、11月5日火曜日にこういうニュースが流れたんですね。速報大阪・関西万博への子ども招待事業下見などについて教員らが提出した請願書を議会、えー、大阪府議会です、ね、が採択したと、えーまあ、こういうニュースが流れたんで、まあ、これを中心にですね まあ随分あのバカバカしい話をいつも大阪万博を全力応援と言ってえ万博にまつわる実にバカバカしい話をずっとえご紹介してるんですが今日はまあその中でえもちろん今井さんとの会も 引き続きやりますが今日はまたちょっと僕がまああの東京オリンピックなんかも僕は随分あの取材したりして、えー、やっていましたんでまあそれの比較なんかも交えてお話ししていきたいと思います。あのまあ、まずですねこの子ども招待授業下見などについて教員らが提出した請願書を採択したと。 で前回一致であったということで、ですねこのニュースを見たときに、まず僕が思ったのは、まあ、維新もだいぶ弱気になったなと。というのは、皆さんご承知の通り、大阪府議会なんていうのは、もう、維新が圧倒的なあの議席数なんですよね、もう自民党とか立憲なんてほとんどないと言ってもいいぐらい。 の圧倒的な多数を誇っている、えー、もうつまり維新がやろうと思えば何でもできるっていうですね今そういう状況にありますで、えー、まあ一応その大阪万博っていうのはまあ維新が肝入りで引っ張ってきてで、えー、まあいろいろとこの予算関係で膨張しまくりさまざまな問題を起こしてまあ維新の長期低落の 一つの大きなな要因になってるんですよねですからまあ維新としてはもう大阪万博はあそうは言っても何とか成功させなければならない。で、えー、実はこの下見の問題っていうのはですね実はこれちょっとあの、えー、このニュースだけを見るとちょっと分かりにくいんですが実はえー、っとよいしょ。 に10月ですね、ですから1ヶ月ぐらい前、こういうニュースが朝日新聞に載ってたんですね。万博会長、下見後、来場自体なら入場料請求、学校現場から不満の声っていう、ええっていうですね、まあ、これをもちろん今井さんとの会では取り上げてるんですが、これは結局、簡単に言ってしまうと、その万博に、まあ、もうえっと、吉村知事がぶち上げたですね、 大阪風下の小中高生約100万人を無料で招待しますとまあぶち上げたわけですね。未来を背負う子どもたちに万博を見せてあげたいというですね、非常にありがたい、ありがたいというか、ありがた迷惑なえお話だったわけです。ところが、これ子どもを招待するって言ってもですね、大人の分は子どもと一緒に まあ例えば小学校の低学年なんて言ったらこれは大人と一緒に行かなければならないけどもちろん大人の分は出さないよと。それとえ子供にじゃあ来いと。小中高。あごめんなさい幼稚園も入ってるかもしれません。それらの子供にみんな来いということはまあこれは大体学校単位で来なさいよっていうですねま,あまず一つはそういう目論みがあったわけです。そうすれば。 学校単位で来てくれればもうあの100人200人単位で来てくれるんでそれだけ入場者数がカウントできるというですね。で、えー、じゃあ学校単位でじゃあ来させるということになるとしかし。 当たり前ですが学校のイベントというふうにするんであれば例えば、まあ、学習会であるとか遠足であるとかまたは修学旅行であるとかっていう、まあ、そういうあれになりますよね。で、あのー、学校行事としてカウントするためには開催するためにはこれは当たり前ですが教職員の皆さんがまず下見をしてで えー、まああのどこからどこまでは何分ぐらいかかる、えー、子どもたちをどこで休憩させればよいか、えー、それとか、まあ、あの万博のその会場なんてのはめちゃくちゃ広いですからまあはっきり言って1日で全パビリオンなんて全く回れないわけですねですからどのパビリオンを、まあ、見るかそれと食事をどこでするのか。 というようよなですさまざま遠足っていうとですねまあ参加してる子どもたちは別に何も考えないで行きゃいいんですけど連れてく教職員の皆さんのまあこの注意っていうかまあその,そのお仕事労力っていうのはまあ半端ないもんがあるわけですね。 これはまあもちろん大人になればわかるんですけど参加してた、まあ、僕もあの小中学校の時に遠足とかなんとかって言ってまあつまんねえななんて文句言いながらよく行って、えー、まあ好き放題なことやってましたけどそれでもやっぱりあのトイレはどこなのかなとかってキョロキョロしてると先生がトイレはあちらですあちらよとかって教えてくれたりした記憶があります。で 万博の場合はやっぱりもう本当に、えー、場所が非常に広大であるということそれとやっぱり大変なのはそのじゃあ小中学生、えー、要するに子どもが行く日っていうのが、えー、っと貸し切りではないということですよね貸し切り日というのはもう基本的に存在しないで、えー、要するに一般の観光客 一般の来場客と一緒に混ざって見ていかなきゃいけないとなると、もし非常に混雑していたら、えー、じゃあ子どもたちをどうやってそのはぐれないように、または子どもの安全を図るというのをどういうふうに達成するのかっていうんで、もうこれは先生方にとってはものすごいストレスになると思うんですよね。あの連れて行く子どもの人数にもよりますよね、これはね。 学年で連れていくとかって言ったら100人とかいうに超えるでしょうからまあこれはなかなか大変だと思います。で当然子供のそういうその子供を連れていくその、えー、先生方からはその下見をさせてくれと,という要望が出ていたんですがこの10月7日の記事朝日新聞の記事ではですね、えー、じゃあまあその下見に先生が来るのはいいけれども。 えもしですね下見をした後にえー下見をしたけどその結果なかなか子供を連れて行くのは難しいからえ参加するのは学校単位で参加するのはやめますというふうに言った場合はですねえその下見をした先生の入場料は後から請求するぞというですねえっとそどういう神経してんのっていう。 ちょっとびっくりするような対応だったんですよ。これが10月7日時点なんですね。でこれはですね、ただ僕、今井さんとお話、今井さんとの会でお話ししたときは、これ、最初にこの話があったのは、もうその2ヶ月ぐらい前だったと思います。で、それは確か、えー、と大阪の,そのローカル局がニュースとして取り上げてたんですね。でえっと、もうその時にその 教職員の方々の団体が、えー、とにかくちゃんとした請願を出すというお話をされていたんですねでそれから 2, 2ヶ月ぐらい経ってからこの「朝日新聞」の記事が出たんですけど請願はともかくとして2ヶ月ぐらい経ってもまた万博協会がですね下見をしてもしその、えー、学校単位で参加しないならば。 えー、入場料請求するぞってまだ言ってるっていうですねまあ非常に驚きましたあのー、もうほんとねまあ万博協会っていうのはまあいっつも言ってるんですけどまあ仕事がとにかく雑ですよねあのー、こんなの当たり前でしょあの当たり前っていうかえっとごめんなさいその 教職員の下見なんてただに決まってるでしょっていうね彼らは別にパビリオン見に来てんじゃなくて仕事で来てるんだとでしかもまあその子どあを連れてきてくれっていうのはまあやっぱりその、えー、万博を主催している大阪府の要望でもあるわけで。 それに応えるために仕事で見に来てるのにそれでもしですね万博本に来なかったら、えー、下見に来た先生たちの実費ちゃんと払えよっていうのはですねちょっと神経を疑うなとあのー、請願が出されるとか出されないとかっていうレベルの話ではなくて当たり前ですよねそんなあのー、だって先生方なんて言ったって あの下見に来るような先生方なんてねそんな一度に何百人も来るわけじゃないしまああのそりゃえっと何百っていう学校が来るんであればねまあそれでえっと下見に来る先生たちはもしかしたら何千人ってなるかもしれないけれどもでもですよえー万博協会が目標としている入場者数っていうのは 半年で2600万人なんですよ万人ですからね。<laughs> その、えー、っと先生方が何千人かの1,000、まあ、人とか2,000人くるくるとか来ないとか入場料取らなかったとしてもねはっきり言って全然体制には何ら影響がない。それなのにこういうところで借子定規というかですね資格紙面の対応をするっていうのはしかも。 このタイミングですよこのっていうのはもう万博開催まであと半年に迫った状況でまだこんなことやってんのかと。これがね例えば1年前とか2年前だったらまだ検討中ですっていうのでまあ逃げられる。でも半年切ってえっ、ー、といよいよとなってですね先生方ももう非常に焦ってるわけです。というのは新年度。 えー、要するに万博っていうのは4月の来年の4月の13日から開催されて約半年間開催されるんですよね。でその半年つまり新年度ですよね学校,学校の行事としては新年度に新しい遠足であるとかそういう学習会とかで、えー、まあ,あのそれまでのおいろいろ行っていたものではなくて、えー、と何回か行っていたところではなくて。 全く新しい場所に行くわけですからこれはやはりきちんとした下見をした上でえっと子どもたちを連れていくということで入念な準備が必要であるとでその準備をするには数ヶ月かかるんだとだから万博が開催が4月13日から開催されるんであれば少なくともその23ヶ月前には見せてくれっていう話をしていたらですね えっと、万博協会は、えっと、下見は開催が始まってからでないと許可できないと。なんでかというと、今工事してるからだっていうんですね <laughs>。いや、そうだけどさって、あっと、それでも1ヶ月とか2ヶ月前ならなんとかなるだろうと思うんですけど、またここが釈地定規ですよね。まあ、あの、逆に言えばですね、もう海外パビリオンの工事なんかほぼ間に合わない。間に合わないっていうか、 外側はなんとか出来上がっても内側は絶対にもう4月になったらまだえと工事中ですっていうのが多分ものすごく出てくると思うんでだから工事中だから危なくて下見なんかできねえってでも4月13日に開催開会するということは危なくてもじゃあ人入れんのかっていうことですよね。非常に矛盾してるだけどそれをそのまま当てはめてですね えー、来場自体なら入場料を請求するぞっていうようなことを、まあえー、10月にまだまだそんなこと言ってたんですね。で、えー、っとそれがですね、えー、っと10月の25日、まあ、要するに20日ぐらい経ったらさすがに吉村知事とかもこの間、えー、入場料下見に来る先生から入場料をもらうっていうのはいかがなもんかとは、まあ、そういう発言があったんですね。 でえー、ようやく万博協会の事務局長が事務総長がですね、えー、教員の下見の入場料はいただきませんと <laughs> 当たり前だろっていうねあの最初からそうあるべきでしょって子供をその学校単位で迎え入れようとするならば当然ながら教職員の下見は必要であるしでそれならば えー、きちんとした下見ができるように全ての手配をいたしますっていうのが <laughs> 当たり前ですよねそれがねあの先生方からやっぱり、まあ、さっきも言いましたけど下見が直前なんてありえないとかそもそも下見の時の入場料を徴収するのもありえないと文句が出てから文句が出てからはいお金じゃあいただくのやめますよって。 言うのっていうのはねまあやっぱちょっといくらなんでもひどくないかとでまあこの教員の下見の入場料はまあいただかないということになってでまあそれはそうだっていうかいただかないっていうことになったからって別に偉くも何ともないない話だよね当たり前だろっていう話ですよねでそれで えっとそれが10月25日に発表された後にですね、えー、まあこういうふうにうんと下見などについて教員らが提出した請願書が前回一致で、えー、っと採択されたと。でこの、まあ、請願事項っていうの中あの中身をねこの記事が詳しく説明してるんでパッと読みますと「フはパビリオン1」。 府はパビリオンや会場内設備についての情報を教職員及び児童生徒に周知すること。当たり前ですよね。これね、読んでるとね、当たり前のね、お願いなんですよ。当たり前のお願い。で、あの、もう、つまり、本来であれば、請願なんかされる前に、 万博協会が1から5グラムでバーって書いてこうします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 って言うべき内容なんですよ。でそれが全くなされていないから先生方が不安になって請願してるっていうもう完全にもう逆さまなんですよね作りがね。で二 2, 2は学校の実情に応じて必要かつ十分な教職員数で希望する時期に下見ができるようにすること。 はいえー、希望する時期にここ大事ですよね僕さっき言いましたけど万博協会としては、えー、下見については開会してからでないと許可できないってこれ未だにそう言ってます。えっと、つまりこの請願の2っていう部分はこれからにかかってるんです本当にそうできるかどうかっていうのはね。 でえー、3番「府は下見をした学校が万博に引率できない」と最終的に判断した場合にも学校や教職員が下見の費用を負担することないようにすることいやこれ <laughs> もう読んでてね笑っちゃう笑っちゃうんだけど当たり前ですよねこんなのね、えー、まあこれがその例の、えー、と下見のお費用を請求しないようにすることっていうことはい四。 児童生徒が集合したり休憩したりするための場所及び時間を各校が調整できるよう府は万博協会と連携して同じ日時における他校の参加人数など当日の情報を各校に提供すると,とともに同時刻に集中しないように努めることはい当たり前ですよね。この当たり前のことが今提供されてないんですよ。今はあのー、8月ぐらいまでだったかな。 にえー、要するに学校単位で参加するところは手を挙げなさいっていうふうに、まあ、万博協会とあと教育委員会だったかなあー大阪大阪府のですねで、えー、手を挙げたところの集計してますっていう今そこですからねどこの日に、えー、どこの学校の何人が来るのかっていうのは全く開示されてないんですよ。 「<laughs> こんなことありえんのか」って「ありえるんですね万博協会はね」っていうね。で、えー、5「府は万博子ども招待事業に関する子どもたちは保護者の不安や疑問に対して学校ごとの対応に加え誰もが問い合わせできる窓口を設置してこれを周知すること。えー、この窓口っていうのは本来であれば万博協会がやるべきことなんですよ。 えー、つまり万博協会の中に、えー、子ども招待事業担当というのを置いてそこに、えー、担当者と電話を置いてで誰もが電話して聞けるようにすりゃあいいだけの話でこれね僕はね府がまた別のねあの窓口作るとね結局ね万博協会とねあの万博協会に府がまた聞きに行ったりして二度手間になると思います。 あのー、まあ大体この,おこ,れこの5つの項目全てについて大阪府議会は賛成多数で採択えっとこれあの賛成多数って書いてあるけどこれあれ前回一致って書いてるところもあったんですよ。で、えー、引率する先生の負担を小さくして世界を見るという大義を見,見失うことなく課題を解消していきたい。 とであのまあ僕まああの僕らはね僕らっていうのは、まあ、僕とかあの、まあ、今井さんとか清水さんっていうのはまあその結局万博に反対してるのはそのあまりにも多額の金が投入されすぎていてですねこれどうせまた、えー、東京オリンピックと同じ目に遭うぞと。 えまたその税金投入して税金ちょろまかされてですねえまあ結局責任者はどっかにいなくなり誰も責任を負わないまま税金ジャブジャブ使われて終わるっていうのが僕ら嫌だから大阪万博もあのもう本当いい加減にしろって言ってるわけですがまあ確かにねただあのこの。 教職員のの方々がの団,体、えー、団体さんですねおまかせホームルーム研究会っていう、まあ、そういうあの先生方の集まりがこの、えー、請願書を出したんですけどその先生方の願いっていうのはやっぱり子どもたちにね、えー、その未来の社会のこの姿未来,図未来像っていうんでしょうかねそういうものを見せてあげたいんだと。だ僕はそれはそそれれでね あのもちろんそういうこと,あのことは大賛成だしあの僕らが反対してるのはまあはっきり言っちゃえば子どもたちがそのどうこう言えるう部分ではない要するに政治や税金ですよねそういうところのまあ方面っていうか角度で反対しているのであって。 まあ、あの万博がねもうヘロヘロになりながらも、まあ、やるっていうのはもうこれはもうしょうがないと思うんですよ。でただし、えー、そ,れそれにはねきちんとしたやっぱりお金をど,ういうどれぐらいかかってでその責任は一体誰が負っているのか事故は本当に起きないのかっていうようなことをやっぱりちょっと心配してるわけですよね。で あのー、まあそのお金のね話が出てきたんでまあちょっとその、えー、またちょっとまあいい金の話ばっかりかよっていう話になるわけですけどまあ一体その万博って一体いくらかかるのかっていうここに一体いくらの金をかけようとしているのかっていうのこれね、あのー、いろんな見方があるんですけど。 実は万博全体でかけようとしているお金っていうのはですねこれはかなりとんでもない金額なんですよ。その万博のえ会場建設費2350億円で揉めているのに実は万博全体にかかる金というのはですねこれ日経ビジネスに 乗っかってる記事なんですけど、約13兆円、これはとどまない金額ですよね。ただ、このね、13兆円っていうのは、インフラ整備費が約9兆7千億円っていう <laughs> インフラですね、つまりあの一帯、これね、あのっていうのはですね、また難しいんですけど、夢島一帯の。 開発費プラスその大阪全体にもそれがさまざまなその開発が及んでいてそれらを一歳月で含めると12兆円というとんでもない金額になるまあ約13兆円でえっとこの表の中でこの万博建設費が2350億円というのはこれよく出てくる話ですねそれと会場内の運営費が1160億円である でこの1,160億円は、えー、まだまだ膨れ上がるだろうと言われていてこの辺りの金額を要するにチケットとかチケットを売った金額で埋めなければならないっていうふうなことなんですね。えじゃあその12兆円はどうなってんだって言ったらまあこれインフラ整備費なんてほとんど税金なわけですね。でもうちょっと分かりやすいえー、っと よいしょ例えばですねインフラ整備費って何かっていうと例えばこんなもんですねこれ東京新聞さんですけど、まあ、下水道の設備が20億であるとか水上交通ネットワークの整備で7億円であるとかですね大阪メトロの延伸が88億円これ延伸で88億円ですが大阪メトロがえー、っとこれ全部ですね この大阪万博にかかっているさまざまなお金大阪万博のお金というのはだから本当こういう計算ってえっと本当遠心部分だけ見たら88億円だよとかね小さく見えるんだけどでも遠心部分だけじゃないんですよねあのやっぱり万博をするために全てのえっと駅にさまざまな整備をしている。 っていうことで入れていくとそれはどん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 膨れ上がっていくというですね、まあ、とんでもない金額になっていくわけですでえー、まあこういったインフラ整備にも国費は実は使われてるんですよ国費ってのは税金ですけどねでまあこういう全体像これもねごちゃごちゃしていてはっきり言って、えー、皆さん今パッと見てもよく分からないと思うんですね。あのー とにかく、えー、いろいろいつも話題になるのはこれです。2350億円。会場整備費ですね。えー、つまりこれあのパビリオンの建設費であるとかなんとかですね。でこれも2350億って今なってますけど実は、えー、万博を始める頃は 1, 億円ぐらいつの間にかに1.9倍ぐらいに増えているというですね。 まあ、とんでもなないい金額になっているで、えー、その下にあるこの1,649億円というのはこの、えっと、万博のさまざまな途上国の出展、えー、支援費であるとか会場警備費であるとか全体的な機運乗せ費はい機運乗せ費40億円プラスアルファはいこれが電通さんの取り分ということですね。まあ <laughs> また電通かっつう話なんですけど、えー、電通が、まあ、このマーケティング関係の仕事をかなり請け負っているのでまあ中心はやっぱり電通なんですよ。ただ、あのー、電通は、えっと、今年の7月か8月ぐらいまでは大阪万博じゃないごめんなさい東京オリンピックの談合事件の煽りで1年間出禁を食らってたんで。 それでさまざまな事業が、事業っていうのは要するに PR 事業ですよね。これが滞ってたんじゃないかなと思うんですね。だからやっぱり PR 関係についての出足っていうのは非常に遅い感じがやっぱりしますね。で、本当この東京オリンピックもね、まあまあとにかく僕随分東京オリンピックについていろんなことを言いました。 東京オリンピックもね、あのこういう流れがあったわけです。えー、っと、ちょっと待ってくださいね。<laughs> まあ、東京オリンピックもですね、よいしょ、これはどこだ。えー、っと、東京オリンピックもまあ、とにかくさまざまな、えー、その、お金の、お金の話っていうのがありましたよね。 東京オリンピックのお金の膨張っていうのは、まあこんな感じだったんですよね。最初は7,400億円2013年の小知事ですね7,400億円で史上最もコンパクトで安価な五輪になるって、まあ、これはあの当時の猪瀬都知事、えー、今は、えー、と維新の会にいますけども。 当時、えーもうあのえーと、猪瀬さんが誇らしげに、えー、語っていたのは7,400億円。ところが、これが2017年に精査したら1兆3,500億円かかるよということになって袋叩きにあってで最終発表では1兆4,238億円ということなんですが、えー、なんか万博よりなんか少なく見えるんですけどこれ、わずか。 2週間ですからね万博はまだ半年やってますからね <laughs> わずか2週間の、えーまあ、スポーツイベントのためにですね1兆4,238億円突っ込みましたっていう話だったわけででまあ、あのー、皆さんご記憶の通りこれコロナでほとんど客来ませんでしたよねだから入場料なんかもほとんど取ってないのも一緒ですよねこんなのね。 まあこれがねじゃあ一体何の何かのように役に立ったのかというところなんですけどまああのー、オリンピックを招致した時はですね、まあ、いろんなことを言ってたわけですよ。えー、っとこんなこと言ってましたよね。はい。 えまた日本でで東京で2回目のオリンピックやるオリンピックを2回やっているその都市という国まあ国はいっぱいあるけど都市っていうのはまあほとんどないわけで、えー、まああのロースであるとかとローマまあパリこないだやりましたねまあもちろんアジアでは東京しかないわけですだから国威発揚だと言ってたけれども結局コロナ禍で無理や,無理やり開催したんで。 ほとんど客来なくて国威発揚にも何もあんなかったんじゃないかと。であとまあこう似てますけど国際的な存在感アップにつながるって言ってたけれどもこれも海外からの観光客が全然来なかったんで存在感のアピールもへったくれもなかった。で経済効果はねうんともうとにかくね経済効果何兆円もう ?10 兆20兆30兆っていろんなところがいろんなこと言ってました。インバウンド効果があるとか。 でも結局これもインバウンド効果なんてもちろんありませんでしたしこの政府発表が発表した2021年の7月から9月の GDP はマイナス3%ですから経済効果なんか何もなかったんですねこれねでただし都市開発という意味ではですねまあまた東京のその街をひっくり返してアスファルトをめくって さまざまな工事やったわけですあとあの新国立競技場とか作ったわけですからだ国民全体への波及効果っていうのは、まあ、ほとんどなかったけれども、まあ、その新しい会場を請け負った建設会社は儲かったんじゃないのと、まあ、あと電通が儲かりましたよね <laughs> もちろんねでうんとまあこれよく言ってたんですけどオリンピックを起爆剤としてスポーツ文化が日本に定着するんだってこれ狂ったみたいに言ってました でもこれ結局オリンピックが終わった2年後ぐらいに東京大学が調査したら五輪開催によるえ顕著なスポーツ文化の定着またはスポーツに対するスポーツをまあ要するに国民みんなでやるようになるとかですねまあそんな影響って全然なかったっていうのがもうはっきりしてるわけです。ね。 お国とかがそのなんだかんだって言って持ってきたものっていうのはですね大抵、えーまあ、失敗に終わる、まあ、失敗に終わるんだけれども税金を取られてる我々はですね、えー、個別にその財布から引っこ抜かれてるのを見てるわけではないので、まあ、あんまり痛さを感じないで彼らは彼らというのはこういうものをやりたがる人たちですよね まあやっぱりこれはその政治または当然電通メディアとかもそういうところも絡んでますそういうところがやりたがる5年に1回ぐらいはこういうイベントがないと、えー、なかなか儲け口がないということでやりたがるんですがまあはっきり言ってろくなもんじゃないでもう本当大阪万博も、えー、半年の開催期間で2600万人以上を 客としいる2600万人ってえー、っと隣の USJ とか、えー、っとまた東京ディズニーランドが1年やってようやく集められる人数ですよ1年でですねそれを半年間で万博ごとき集められるのかっていうしかも今みたいに えー、子供を連れていくのだってなかなか大変なんだっていうような時にですねそれが半年で2600万人なんて集められるのか2800万人だったかなまあ集められるのかっていうさまざ、あ、まな問題を抱えているそれでもやっぱりやらなければならないでやらなければならないんだけれどもまああのー、とにかく莫大な金がかかるで最後にですねここで まあこ,のこういうようにですね今あのお金がまあ莫大な金がかかりますよねっていう話をまあしたわけですけどまあ今まではですねうんとそのよいしょ今まではその万博に一体金がいくらかかるんだ税金を一体いくらかけてるんだっていう話をした時にですねまあ例えばこれですよね。 個別具体的な金額に関して特にこの9兆7000億円の方に関しては万博の国,に国費負担ではないとかなんとかっていろいろ政府に言われてですね実はお金に関しては非常にグレーわからない点がすごく多いんですねあの万博にこれと実は東京オリンピックももちろんそうだったんですけどでこれは なぜそれができたかっていうとやっぱり自民党政府が圧倒的多数であらゆる野党からの質問を拒むことができたからなんですね。ところが皆さんご存知の通おり10月に行われた衆議院選挙で自民党は少数野党に与党に転落してしまっている。で今毎日のようにやってますけれども。 えー、野党例えば、えー、と国民民主党とかの、えー、手助けを受けなければ予算さえも通すことができない状況に陥ったんですね。ですからこれは、えー、万博に関してもですね、えー、と今年の、まあ、今年はもうあの年内はあれとして来年の、えー、と通常国会ではですね 万博予算に関しては野党は徹底的に開示請求をするべきだと思いますそしてそれが今まではえと自民党のえと圧倒的多数の与党に阻まれてきたわけですがえっとまあこれがですねなんと開催の年にえ野党の開示要求がに自民党があいつまでも ホッカムリがでできなないような状況にですね実はなりつつあるということなんですね。まあここでまた維新がね <laughs> また維新が自分たちの腹をあの探られたくないって抵抗するとかいろいろもちろんいろんなことあります。ただし一つだけ言えるのは今までは開示請求してももう本当に剣もほろろであったのが。 これが例えば国会の一つの大きなお題目として万博の出費整理をしようやとそれについて野党として一致してえ与党に対して開示請求をするっていうような流れを作ることができればですねこれはかなり面白いことがいろいろ出てくるんじゃないかなと各候補維新にとっては大変な目に遭うんじゃないかだからできるかどうかっていうのはもちろんまだ。 先々分かりませんが、えー、一つの、まあ、正常化ですよねこういう狂ったみたいなあの大イベントをやって儲かる連中だけが食い逃げするっていうようなことをもうさせないためにもですね、えー、そういうことがさせないようにもしかしたらできるかもしれないそれの試金石になるう開示請求関係がですね実は来年できるようになるんですね。 これはまた非常に面白い状況になると思いますのでまたそうなればそれを僕もお伝えしますし今井さんとの会でもお伝えしていきたいと思います。今日はどうもありがとうございました。また是非私の会今井さんとの会も是非皆さん見てください。それではどうも。